サバット、サバット、サバットイコール、フランス語で、靴の意味は、五神術の一つ。ブルボン朝時代に、ミッシェル・カスーによって体系化され、弟子のシャルル・モンル・クールによって、フランスにおいて、真摯の五神術として広まった。その後、フランス革命時には、革命家たちにも広まった。南フランスでも足技主体の武術である、初戦があった。本来、サバットは、 離れた間合いにおいて、杖、ステッキを用いる、羅漢、互いの手足が届く間合いで打撃を繰り出す。ボックスフランセーズ、投げや関節技を含む、リュットパリジェンヌを包含する総合格闘技である。現代では、ボックスフランセーズの試合が主流であり、これを中心に、本校でも解説する。つま先を使った蹴り技が多い。履いているシューズは、 ボクシングシューズのように柔らかいものではなく靴底などがしっかり作られていて硬く実質この靴を武器として用いる当時のフランスでは靴にナイフを仕込む輩が多かったのでキックボクシングのようにすねで蹴りを受けるとポイントを取られる使用されるグローブはボクシング用のものとやや異なり手のひら底部分と甲にクッションが入っておりこれが攻撃を受ける防具の役目も兼ねている 現代のボックスフランセーズでは、膝蹴りと肘打ちが使えず、他の近距離で使える足技も2種類あるが、技術的に難しいために、インファイトにおいてはほぼ主義のみで対応することになり、ナックルパート以外での攻撃も禁止なので、接近するとボクシングに近い状態になる。これは、サバットが外出時、スーツを着て靴を履き、手にステッキを持った状態を想定し、密着時には、 殴り合いより投げ技を優先する五神術であり、主義はボクシングの技を導入したためである。そのため現代の競技化されたサバットでは、フットワークを使い、遠くからキックで間合いを測りつつ牽制しながら、相手の出方を探り、タイミングを見計らって、遠い間合いから一気に飛び込んで、パンチで止めを刺す、という戦い方がセオリーとなっている。本来のサバットは、 防寒が持つ刃物で刺されないようにステッキで牽制し、相手が足が届く間合いに入ってからは蹴りを当て、組みつかれた場合は相手を投げ飛ばすか関節に入れ、ダメージを与え、隙があれば逃げるという戦略だった。キックボクシングの場合、ローキックを打つときには軸足を返さないので、近距離でしか打てないが、サバットの場合、ローキックを打つときでも軸足を返すので、 キックボクシングのローキックよりも遠くの相手に当てることが可能となる。またキックボクシングやムエタイでは、蹴りは基本的にすねを当てるものであるため、つま先の蹴りも使うさ、バットのキックはすねの蹴りよりも遠くに届く。蹴りで主体となるのは、シャッセというサイドキックである。サバットの原型は、18世紀のパリにいた不良が、ストリートファイトで使う技術である。それを、 ミッシェル・カスーがサバットとして体系化し、パリでジムを開設した。カスーの文下生のシャルルモン・ルクールは普及のためサバットを単なる喧嘩術ではなく、真摯の護身術として売り出すため、持っていることの多いステッキを利用した上術、ラカンを取り込みだ。またサバットの試合で着用するコスチュームは、ルクールの弟のアンリが宣伝効果を狙って考案したものである。 ルクール兄弟の狙いは的中し、サバットは実用性のある五神術として普及していた。1800年代から英国式ボクシングの主義を導入したことや公式ルールの制定により五神術から競技へと移り変わっていった。1985年3月23日にパリにて11カ国による国際サバット連盟が設立された。 ラカンを統括するカンヌドコンバットも合流している。サバットと似ている、格闘技に、キックボクシングやムエタイがあるが、膝、肘の攻撃、ナックルパート以外の腕での攻撃、バックブロー等、靴以外での足の攻撃、すねの部分で蹴ると、かかと落としが禁止されているなど、そのルールには、かなりの差異が存在する。靴が武器であるサバットでは蹴りをすねで受けない。 キックボクシングやムエタイでは、蹴りはすねを当てるが、サバットでは、靴のつま先を当てる。また、サバットは、膝蹴りが禁止されている。逆に他の格闘技では禁止されることが多い、関節部分への打撃は有効である。前述の通り、本来はステッキを併用する総合武術である。兄弟武術として、バレエのバーレッスンのように手すりにつかまりながら蹴りを、放つ、所存がある。 これは、マルセイユの海賊たちが揺れる戦場で戦うために編み出した格闘術である。現在の競技会では、ボックスフランセーズだけで行われるため、サバットを教えるジムもボックスフランセーズに絞っていることが多い。現在では、コンバと呼ばれるフルコンタクト形式、アソーと呼ばれる技術とスピードを重視して、ポイントで判定するライトコンタクトに分かれている。 また技量によりクラス分けを行っている。ジェラルド・ゴルドーやアーネスト・ホーストがサバットのチャンピオンである。日本でもボックスフランセーズ形式の大会が開かれている。ステッキを使った常術・ラカンは現在では独立した競技、カンヌ・ド・コンバットとなっている。杖は約95センチメートルほどでフェンシングのように片手で持ってつくか払うように打って、 ポイントを取る形式である。手足を使った打撃は禁止されている。公式試合では安全のため、フェンシング用のマスクに加え、柔道着にクッションが入ったような分厚い服を着る。熟練度により5階級に分かれている。リュットパリジェンヌは危険な関節技が多く、独立した競技にはならなかった。二人組で演武を行うディオも存在するが、大会などはなく、 ボックスフランセーズの大会で余興として披露されるのが、主である。ラカンの演武も存在し、カンヌドコンバットの大会で披露される。現代のサバットは、試合用に特化されつつあるため、近年では、本来の姿である、護身術としてのサバットを、サバットディファンスとして、再度体系化する動きがある。格闘技としてではなく、フィットネスとしてサバットを利用する動きもある。これは、 ボクササイズのように組手を行わずまた、ホルムを繰り返すスタイルである。鉄拳7キャラクターの一人、カタリーナ・アウベスがサバットの使い手である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。